8月6日、今23時です。ここはノルウェーのノールカップ岬、ヨーロッパ大陸の最北端に来ました。17時頃着いたけど、今までこの日が沈むのを待ってました。で、今日が沈んだところです。これがノールカップのモニュメント。とりあえずヨーロッパの最北端ゲットしました。次はどこの端っこに行くか。よし、太陽沈んだのが日が昇ってくるのは2時、3時間ぐらい。今もう日が昇ってくるみたいです。で、白夜の現象には遭遇できなかったけど、十分でしょう。そして反対の方は太陽に照らされてピンク色、そして人がいっぱいいます。もうちょっとこっち見ようか。よいしょ、はい、21度、ノールカップ。はい、こんな感じでした。じゃあまた次回。